こんにちは、奈良コミのタカです。今回はお肉屋さんのお弁当をご紹介いたします。おそらく店名は聞いたことあるけど、お弁当あったの？これマジで知らなきゃ損です。僕も食べて超感動しました。ぜひこちらの動画を参考に行ってみてください。それでは早速レッツゴー。サーロインステーキ丼880円。お値打ち価格すぎる驚きの精肉店。今回はお弁当というところで、しかもなんとステーキ弁当があるんですよ。めっちゃ気になるね。こちら1000円以下というね。あとね、ネギ塩牛タン弁当みたいなのもあるんですよね。これは気になるんで、早速弁当を買ってね、ちょっと公園でね食べに行きたいなと思います。最後しよう。最後とかね。服売ってる。服や。すごい。すごいな。まんまやんこれ。これめっちゃ最近ですよね、テイクアウト始められた。そうですね。まだ2週間、3週間目ですかね。ですよね。いやもうめっちゃ魅力的やって、早く行きたいなってずっと思った。よいしょ。まずこちら。サーロインステーキ丼、これ880円で安くね。いやお得すぎるわ。ちょっとまずちょっと中身を。うわ絶対うまいやつや。もう確定ようになった。こんなんさ、うん、駅弁とかやったらさ2000円ぐらいいくよな。のの千冊2枚はいるな。いるよな。うわうまそう。やばいなこれ。うまそう。うわ結構量あんな。これぐらいにしとこう。あめっちゃいい匂い。この焼肉のタレ食欲そそるよね。ほんまにタレほんまやな。いい匂いしてんな。うわうまそうやな。やわらかっ。うわめっちゃうまいねんけど。さすがサーロインやな。溶けるわ口の中で。これめちゃくちゃうまいぞ。おいこれ全員未満で食べられたらあかんやろこれ。結構ごついやんな。んで1個がめちゃくちゃごついよ。5、6切れ入ってんの。うん5切れ入ってる。やばいよな。うんでまたねこの油がうまいな。肉の甘いタレはねちょっと甘さのあるタレで、なんか焼肉のタレって感じやね。食欲そそるやつやわ。うんまゆうまそう。まろこな。お油がすごいね。おいしい。ガーリックチップやん。お前まそんなあったんや。えすごめっちゃええやん。それはやばいよ。乗せたな。それ食べるん。これは見せるよ。見せるよ。乗せすぎやろと思って。うんうまっ。お肉がめちゃくちゃ柔らかくてさ、ほんまになくなるね。まだこのご飯もおいしいな。うんちょ風が強すぎてね。そう移動してきました。移動してきました。はい。ネギ塩牛タン弁当。絶対うまいやつやん。もうネギ塩牛タンの弁当なんて初めてちゃう。確かにな。なくね。でこのめっちゃ大きい、これ1枚やで。これが1枚。それ3つ乗ってたからね。これ3つ3枚乗ってんのよこれな。やば。なんか柔らかそうやね。これ最強。やばいマジで。あのねちゃんと分厚さもあって、であのタン特有のねあの噛み応えっていうのもあるんですけど、ただあの噛み切れへんとか顎が疲れるってことはなくて、スッとこう歯が入りました。ご飯と一緒にも嬉しいけど、ビールやな。単品で。うんうまっ。噛めば噛むだけ甘い。肉の旨味やばいわ。これは知らなきゃ損。高級お肉屋さんのお得弁当。今回お伺いしたのは奈良県橿原市にある福寿館本館レストランさん。ついに来たぜ。店
テイクアウトした商品はこちらの2品。まず1品目は焼肉弁当。見るからにうまそうなお肉と野菜、ずっと見とけます。2品目は牛丼弁当。ご飯が隠れるほどのお肉が乗っていて、どんな味の牛丼かめっちゃ食べる前からワクワクします。はい、ということでね、福寿館さんの方でテイクアウトしてきてたんですけど、焼肉弁当と牛丼弁当です。めっちゃ豪華ですね。焼肉弁当の方にはこういったタレと焼き塩がついてるんで、これをちょっとねかけていきたいなと思います。タレかけます。早速まずこの焼肉弁当の方から食べたいと思います。野菜もたっぷり乗ってますね。これがいいね。野菜の下にちゃんとご飯乗ってんねや。いいよ、いただきます。めっちゃ柔らかいやん、肉。うまこれ。ちょっと次元の違いを感じるわ、肉の。めちゃくちゃ肉柔らかい。これはすごいわ。めちゃくちゃいい肉なんやろうな。やばいぐらい柔らかい。塩の方はな、またこの肉の甘さまで伝わるからうまいな。肉自身をめっちゃ楽しんでる感じがある。うん、焼き野菜もうまいな、これ。ではこちら牛丼弁当いただきます。ご飯めっちゃたっぷり入ってる、これ。うん、何これ、この牛丼。次元が違う。肉柔らかいし上品やし、味がこれはやばいな。今まで食ってきた中の牛丼で一番うまい。ほんまにそう言える、過言じゃない。何やこの牛丼は。その牛丼やばいよな。やばい、なくなんねんけど口の中で。そうやねん、経験したことない牛丼や。うん、こんな贅沢な牛丼初めて食べた。めっちゃうまいほぼ肉じゃない、ほんで。めっちゃ肉。衝撃のうまさ、ボンちゃんもうなるホルモン弁当。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県葛城市押見にある精肉弁当みつるさん。壁には写真付きでお弁当メニューが、上カスなども売ってあり、これも気になる。お弁当メニューはこちら。お弁当だけでなく揚げ物もございます。はい、ということで、じゃあみつるさんの方で買ってきたね、このホルモン弁当の方いただきたいと思います。ホルモンたっぷり入ってますね。さあこちらホルモン弁当、お肉 1.5 倍にプラス100円で注文。服のホルモンは食べやすいように切り込みを入れてくれている。これめっちゃ美味しいよ。他にも島町も入っていて、見た目からプリプリ。うん、これも美味しそう。一品でレンコンの煮付けなんかも入っていて、これも地味に嬉しい。島町になるんかな。こちらいただきます。うまい。うん、お、甘い。うん、うん、ビール。あ、めちゃくちゃホルモンが甘い。脂の甘さ、噛めば噛むだけ甘いし、もう歯の噛み応えもあるし、めちゃくちゃ美味しいな、これ。これもホルモンなんかな。レバー、ちょっといただきます。うまい。ホルモン揚げとかに使ってるやつやわ。これも歯ごたえがあって、噛めば噛むだけ甘さも出てきて、めちゃくちゃ美味しい。玉ねぎ甘っ。玉ねぎめっちゃうまい。全体的にホルモンの甘さがね、すごく感じるホルモン弁当になってますね。おお、マジでいいの。そうですね、ありがとう。やっぱホルモンといえばビールやからね。いや、いいね、アサヒスーパードライ。ホルモンしか勝たん。もうおんちゃんめっちゃ食べてるから今。食べれるわ、めっちゃ食べれるわ。めちゃくちゃうまいよな。うまい。で、それ多分切れ目入れてくれてるからか、まだ噛みやすいね。結構歯ごたえ厚いね。噛みやすい。うん、もうだって今僕の弁当持ち上げて食べとるから、おんちゃん。え、めっちゃうまいねんけど。めっちゃうまい、ほんまにびっくりした。え、うまっ。家やったらお米とかあるからさ、おかずだけでさ100円引きしてくれんやったらさ、めっちゃいいやん。それでな、でホルモン買ってビールでな、優勝や。これもな、見た目からさちょっと硬いんかなと思うけどさ、めっちゃ柔らかいね。めっちゃ柔らかい。次まだあるんです、こちら。なんじゃこの量、もりもりすぎる人気唐揚げ弁当。
じゃあこちらお弁当の方いただきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと物撮りだけしたいなと思って今開いたんやけど、はい、えって感じやな。びっくりしたよ。えってこっちもあっちもみたいな。まずこれが白ご飯オンリーやねん。おそらくな。多分そうやね。この弁当見てこれ。唐揚げ。いや量バグってるで。量バグってるよなこれ。でもさ、あっこの弁当なんか一番安かったよね確か。一番安い500円ぐらい。500ちょいやろ。ほら。すげえな。やばないこれ。唐揚げ弁当。大きいのからちっちゃいのまで9個入ってるわ。 おかしいもんこの枠決めがな。枠決めこれなんなんてなるもん。ああ普通ここなんかな、ご飯で唐揚げでみたいな。でおかずでみたいなやけど、男弁当って感じじゃないなんだ。これやもん。でかい1個が、まあ、物によるよね。いろんなサイズがいろいろ入ってる。いただきます。めちゃくちゃジューシーで、油にまた味がしっかりついて美味しいなこれ。衣自体うまい。鶏そのものの味やから、すごい味自体はシンプルやねんけども、何よりもジューシーすぎる。めちゃくちゃ油、鶏の。でちょっと鶏の油が甘さ感じるし、これ唐揚げ好きやばいな、必見やな。まあ、気持ち程度でね、こういうあるけど、もうメインが唐揚げやな。もう唐揚げが全てみたいな弁当やな。ご飯別やもんな。いただきまーす。ちっちゃいサイズ選んだな。結構醤油とかね、生姜の風味がしますね。する醤油。俺食べたらちょっと噛んでへんかったけど、ちょっとちっちゃいの食べてみるわ、うん、あ、ほんまやな。衣にだから結構味ついてるんかもしれない。あ、そうやね。ちっちゃいやつ食べたら結構味する気がする、うん、で、まあサクサク系というよりかジューシー系やんな。うん、これやばいな。次これすごいよね。これやばい。焼肉重やもんな。大きすぎるねサイズな。何じゃこれ。想像してたやつの倍ぐらいでかいわ。でかい。やばほんま男飯やんこんなな。うまっ。お肉がめっちゃうまい。タレとかな、そんなついてないわけやけど、お肉がな、そもそもうまい。肉肉しいな。なあ、おいしい。めっちゃうまいなこれ、うん、焼肉弁当言うからなんか焼肉丼みたいな味かなと思ったけど、なんかそっち系というよりはほんまになんか醤油とかで炒めてくれてる感じなのかな、うん、なんかすごいシンプルな味わいではあるよな。そうやね。量いな。多い。茶碗3杯分ぐらいあるんじゃん。あるやろな、うん、結構入ってんです。玉ねぎもまた柔らかいな、うん、めっちゃトロッとしてるわこれ玉ねぎ。いかがでしたでしょうか。気になるお店はありましたか。精肉店って知っていないとなかなか入るのに勇気がいると思います。僕もいつもドキドキしながらお店へ伺っています。奈良コミではこのような気になるお店も紹介していきますので、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。